Sabo, これで俺たち兄弟なんだな。エースの意志は俺たちが継いでいくんだ。ルフィ、そろそろ。ああ、今行く。あれからもう2年か。心残りはお前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。よし、行くか。頂上戦争から2年、世界情勢は大きく変化していた。海軍本部元帥千石が職を辞し、新たに赤犬が元帥に就任。それに先立ち、赤犬と決闘し敗れた青木地は海軍を去った。また白ひげの死により空席となった四皇の一席には、白ひげの能力を手に入れた黒ひげが収まり、日に日に勢力を増している。かつて超新星と呼ばれていたルフィと同期の海賊たちは、今や最悪の世代と恐れられ、すでに新世界で名を挙げているものもある。一方、頂上戦争から沈黙を守っていた麦わらの一味は、ルフィのメッセージ通りそれぞれ修行に励んでいた。ルフィ自身もレイリーの教えにより覇気を習得し、大きく成長を遂げる。約束の地シャボンディ諸島で一味は再会の時を迎えようとしていた。あ、もう来てるかな。早いとこ探して合流するか。ニコロビンの目撃情報があった。しかみつぶしに探せ。はっほっ。いきなり海軍に出くわしちまうとはな。だが、これも昔のままじゃねえ。いい加減諦めてくれないかしら。久しぶりね。海軍がいるみたいね。上院も呼ばれる前、みんなを見つけましょう。珍しい生き物だな。俺たちの船でペットにしてやるぜ。俺はペットじゃねえぞ。なんでこんな追いかけてくるんだよ。
りを警戒してるみてえだ。気づかれる前にみんなを探そうぜ。仲間が集まったらすぐに出航できるように、サニー号の周りを安全にしといた方がいいな。ルフィが心配で来てしまったが、やはり海軍が警戒を強めておるようじゃな。海賊麦わらの一味を確認しました。至急応援を願います。とうとう来たか。奴らはいつか必ずこの島に再集結する日が来ると分かってる。相手はあの麦わらだ。パシフィスタを出すぞ。はっ、あいつは2年前の。はっ、レッドフォー。パシフィスタの相手はわらわに任せよ。レッドフォー。はっ、レッドフォー。俺たちあの麦わらのルフィの仲間なんだぜ。私たち偽物がいるみたい。騒ぎを起こされると海軍がやってくるわ。久しぶりじゃねえか。見違えたな。アオ、ジャストピストル、ジャストピストル、ハッ、ヨッ、ウーゼ、ハッ、ヨレ、調子に乗っちゃった。準備は万端だぜ。あら、不用心な海賊がいるみたいね。サニー号に向かう前にいただいちゃおうかしら。波のやつ相変わらずみてえだな。まあ金はある分には困らねえか。だけだってのに、次から次へと海軍が現れやがる。あれはゾロかしら。早く合流しないと騒ぎが大きくなって海軍だらけになる。最高のラストライブだったぜ、マネージャー。今までありがとう。待て、ブルック。期待されちゃ商売上がったりなんだよ。ブルックは誰かに追われてるみたい。早く助けてあげた方が良さそう。
かのお宝は私がいただくわ。感動を乗せて解き出したあいつの名はアーマーの俺。なあフランキービーム出んのかミサイル出んのかよ。武器だけじゃねえ、この体にはたくさんの機能があるんだ。メカゴビにメカってついたぞ。誰もいないみたい。あたしがいただいとくわね。よお久しぶりですね。二人での共同作業、これはもう
ルト。けど結婚はしねえ。麦わらの一味、未だ捕獲できません。2年前とは比べ物にならない強さです。当然だ。奴らを舐めすぎてねえか。とにかく愛が行くまで耐えろ。このくらいにしとこうかしら。そろそろサニー号へ向かわないとね。Thank you.
しい皆様。ではナミさん、2年ぶりにパンツ見せてもらってよろしいでしょうか。2年前も見せたことないわよ。なんだ、意外に近いじゃねえか。ゾロ一人じゃたどり着けてねえだろ。送り届けてくれて助かった。やはー、なにウソップ、ちょっとたくましくなっちゃって。そうだぜ、悪いが俺はおめえとチョッパーとの逆襲トリオは卒業だ。何が起きてももう動じねえ、そんな戦士に俺はなったのさ。Yeah!
揃ったようだな。急いでサニー号に乗り込め。あだだ、なさねえぞ麦わらの一味。ワイは麦わらを追う。お前らは全員港へ向かって出航を阻止しろ。UFO！倒さねえと船を出せねえな。レッドホー、攻撃準備完了。攻撃を始めよう。わらわら止めてやろう。そう見に来たが、問題なさそうだな。ほんじゃな。お前とはまたどっかで会いそうな気がする。早く行け。エイリー、俺はやるぞ。海賊王に俺はなる。行こうか。じゃあエイリー行ってくる。ああ、頂点まで行ってこい。おや、ははどこの誰だお前は。ロジャー、すべてが必然であるかのように縁はやおら形を成していく。とかくルフィはまた一段とあの帽子がよく似合う男になった。すーばーすんげーフランキーかっこいい。おーいあおーみんなおーいまたみんな揃った。
こうか、ナミ。ええ、どうぞ、船長。んじゃ、野郎ども、2年間も俺のわがままに付き合ってくれてありがとう。出航だ。いやっ！